デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はい、おもう今14本目なんですけど、まだフラットよりちょい低めになってます。どうですか、抑えてますね。かなり抑え気味ですね。物悲しくなってくるよね、夕暮れ。ちょうどね、今夕日でこうね落ちてきてますからね、ここからまたぐっと暗くなってくると思いますけれども、さあちょっとご質問が長いんでね、やっていきたいと思いますけれども、はい、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が大体1ヶ月ぐらいとね、短縮されておりますので、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はアイカツ5963ご苦労さんかなさんからの投稿でございます。2人に聞きたいということで、いつも配信お疲れ様です。以前マガジンの互換性について質問させていただいて、ご回答ありがとうございます。ありがとうございます。やはり丸い純正のマガジンがいいと思い買いました。はい、どこででしょうどこかな、うん、パドックでって言ってもらえると、もう好感度また20プレゼント、うん、また20、うん、他の人でしょそれ。中原さんね、うん、さて、今回の質問なんですが、今回初めてサバゲーフィールドに行った時のことで、フラッグ戦で戦って私が弾に当たったのでヒットと声を上げて、手を振りながら邪魔にならないようフィールドの端の方に歩いて出口に向かっていると、敵のフラッグの方近くにいた味方さんが私の背後に ついて隠れてきました。私は一瞬と思いましたが、ヒット者なので黙って歩いていると当然敵さんはその人に気づき、弾を撃ってきました。しかしその弾は私にも何回も当たり、かなり痛い思いをしました。私を撃った敵さんはすいませんとその場で謝っていただけたので、私もああいいですよと答えました。結局その味方もヒットしましたが、この場合サバゲールールとして受け入れられるのでしょうか。ご回答お願いします。長文ですいませんと。はい、まあ俺はよくやられるやつなんですけど、はい、ジャッジで立ってるんで、あ、デメちゃんに隠れてければ問題ないじゃんって言う、まあね、ふざけたいノリで来る方もいらっしゃって、無敵でしょデメちゃんはって言われて、そうだねルール上はって言って、まあ、これはまあね冗談でねやってることは、ね、でもなかなかの強者だなと思いますよ。あの、個人的な意見でありかないかで言えばありです、俺は。使えるものを有効活用して使ったというところでは、勝ちにこだわってやってたとしたら、まあ人としてどうよって言われたらちょっとダメかもしれないって思うけど、ルール上はヒット者の後ろを隠れてついてっちゃいけませんというルールは確かにないです。まあまあフィールドさんによってはもしかしたらそのルールあるかもしれないですよね。ちなみにアリジャンではそのルールがないです。ないので、わざと自分はこれを利用してジェットストリームアタックだみたいなことをやる時もありました。昔ゲームをやってた時に、ヒットした人がすぐ刺さって避けようと思っても、20人ぐらいとか、まあ5人とか10人の集団で行ったら前の人たちバーってヒットするんですけど、壁になるんですよね。そこからサラササって言ってフラッグを通るってことをやったことはあります。ルールでは禁止はうちらの時はされてませんでしたが、その人を盾にするっていう意図は僕の中で働いてました。どうなんでしょうね、ダメでしょうかね、やっぱねダメなんでしょうね、まあからさまにこうやってねこう盾にしていくのはなしだと思う。それはなしですね、まあ、たまたまここにいてかぶってるっていう写真ね、まあこっちも行きたいし、いやでもそこにいるからまあ一緒にガーって行っちゃうっていう気持ちもわからなくはない。だけど私こっちの人の、私がねこっちの人のパターンだったら避けますね、わざと。はい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 壁にピタッとかなって通っていいよってことなんだけど、向こうもいなくなられるからああと思うけどそれはね、うん、
俺もやるかもしれない。こうわざと痛いの分かったらパッてこう射線を横に向いて球通るようにして打たれたくないから俺も。これね実戦でもあるんですよ。一番員は打たれて、まあ、怪我して戦闘不能になってるとか、はい、もしくはガントラブルで銃が撃てないで戦闘でガチャ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 やってると後ろの人たちが詰まっちゃうから CQB とかだと、一番前はもう俺もうガントラブルで撃てないから先に行ってって壁ビシャってくっついて後ろ通すとか、あとはまあ死んじゃえばね、俺の屍を越えていけんになるわけですから、踏まれようがなんだろうがもう行ってくださいっていう状態になるの。なんである意味リアリティはあるかもしれないね、そこはね。そのベッて避けた方がすごい黒とも言い切れないし白とも言い切れないかな、俺は。じゃルールで決めてるフィールドさんがあったらそれはもちろんダメですよね。ダメです。で、ね、その人が巻き込まれる、ヒット者が巻き込まれるのは心境としてはやっぱ良くないよね、うん、良くないけど今の立場だったら、自分の今の立場だったら多分壁ベターをする。ただ昔のプレイヤーだった時の自分の記憶だと隠れてっちゃうね、仲間のその、まあね、仲間もそれをね知ってるからね、こうどけてくれるんだけど、ヒットヒットって手上げてるから大きくなるんだよね体が。そこの隙間から打たれないように出す。難しいとこだけどね、そのケースバイケースその場所によるから、ピッてこうヒットって出た方がいい場合と、まあ、ちょっとこう戦闘が終わってからはいっていう場合と、ただアピールはしてないと生きてるかどうかが、そうだね、とりあえず手は上げてるけどとか、どいてーそこの人っていう声も聞こえたことあるし、どけようがない細い道とかあるからね。ごめんなさい、答えは出ないです僕の中で。これまあまあその場合にもよりますけど、まあこのパターンはもうもし自分がおかしいなと思ったら壁ベタしたらいいんじゃないですか。そうだね。ああなんかゲームの邪魔しちゃってるなとか思って、その人が恋についてきたとしてもそんなのはルール上良くないよと思えば、アイカツさんがこうパッと避けちゃってもいいのかなと思います。それが友達だったらね、逆にそれやりすぎてこう壁にしてたらもう明らかにおかしいので、出ようとしてんのにちょっと待って待って、それはもうおかしいやったらこれはもうちょっとダメだと思うんですね。流れ上でこう隠れられちゃった時とかっていうのは致し方ないのかなと思いますけどね。恋にやり続けたら多分ダメだと思いますよ。そうだね、それはダメだよね。もう移動式バリケードなわけじゃないから、たまたま被ってちょこっとそこで有利になっちゃったとかっていうのはまあありあるのかな。でそれにそっちじゃダメだなと思う方がいたら壁ベタをしていただいて、少しでもイコールコンディション戦ってもらう、ね、僕は関係ないよって、うん、いうのをアピールしながらもう邪魔にならないようにしてもらうしかこればっかないのかなと。逆にあれだよね、相方さん被害者な感じだよね。もうヒットしてるのに打たれてるからね、痛いって。そういうことをやっぱさせちゃうプレイヤーってのはやっぱプレイヤー心理としては良くないかなと思うけど、思うけど俺はやってた、うん、デメさんですもの。俺はやってた、うん、まあ、でもタイミングあるよやっぱそれあるね。だってそこしかないじゃん、もうそんなにさヒットされてる、周りがヒットされてる時これいなくなったら俺一人じゃんみたいな時に、そうなんだよね、じゃあもうこのタイミングで突っ込まないと絶対無理っていう時はそれをまあちょっと利用する感じもあるけど、単発突撃をしないのはそれなんだよね。俺は結構行くんだったらヒットコールをして手を挙げてもらって、そしたら誠意はないけどバックアタック的なのをされる場合がある、後ろからね。結構ね、前の他の回でもちょこっと言ったことがあると思うんですけど、ヒットした人を安全に通らせるゲームをやってるわけではないんで。そうだね、うん、よくちょっと勘違いしてヒット通るから打つのやめてっていう人いるけど、あれはもう違うんだよ、死体なんで本来、うん、邪魔にならないところをやっぱ行かなくちゃいけないし、まあ、どうしてもね最後出るところでそこが激戦区の場合はそこ通らなくちゃどうにも帰れないっていう時はサバゲーを止めてまで通すってのも間違いだろ、うん、だ最悪待ってる、待ってる、もう後ろで待って手を挙げて待ってるとかっていうのが本来じゃないかなと思いますけどね。ただこれは皆さん結構ヒットした人を通してしまう、先どうぞ打ち方やめて、まあ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 それをお互い納得してね行かせる分にはいいんだけど、あの死体に権限はないんですよサバゲーやってたら、ええ、
蹴飛ばしたってっていうのが実戦を持つんだったら邪魔になるんだったらどかしてでもっていう俺の屍を超えて行けっていうスタイルなのでね、いうことで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん裏方さんに聞いてみたい話語ってほしい話エアガンサバゲーカスタム装備品その他の悩み尋問何でも OK デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー皆様からのご投稿お待ちしております。